第7試合ライト級3回戦、ハワイの英雄ステファン・パーリングが上がってまいりました。対戦するのはジェンス・パルバ。いきなり来ましたね。いきなりパンチを放ってインド、左足鋭く蹴っていった。右足、パルバーのサポーターのあたり蹴っていきます。まあこのジェンス・パルバーは日本で上松直哉とシュートデビュー戦を戦って、こうテイクダウンというようなイメージもあったんですが、テイクダウンができるようになったんでしょうね。さあ今日の相手のステファン・パーリングも打撃神の拳と言われています。あ、これは叩いた、オープン気味にワンツー左、さらに入っていこうというパーリング。しかしパーバーも止まりません。前に出ます。そこへワンツースリー、あのジェンスがすごく上体を動かしてダウン、入りました。パーリングが今胸を閉じました。胸を気にしてますね。いやちょっと目の方がどうなんでしょうか。画面からでもちょっと赤くなっているのが分かります。さあ距離取った方がいいですよ。どん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 前にガード固めて前に出てきてますからね。打ち終わり際に打ってきますからね。さあそしてクリスモーからパルバーが膝を出すか、パンチを突き上げるパーリン、離れます。これちょっと思うんですけど、ボーゾーはたとえ成功しなくても一度テイクダウンを狙ったりとか、打撃だけじゃないっていうのをちょっと見せた方がいいような気がしますよね。そうですね、ちょっと反応がジェンスの方がいいような気がしますね。状態がやっぱり動いてるんで、ステファンの場合ちょっと上体を上ずマッチタイプなんですよね。だからその柔らかさをちょっと止めるためにやっぱりローを打ったりですね、関高島さん言ったように足あれですね、タックに入るとかそういう動き見せた方がいいかもしれないですね。見せが欲しいですね。そうですね。時のパンチですが、パルバガードしてますよね。してますね。ただ上からでもかなり効きますからね。はい、でステファンの方をんで帰る時ですね。でもいいボディだと思いますよ。下を返すパルバ。さあパルバ独特のガードの構えから。ジャブも当たってますよね。やっぱり見てて。そこ狙っていけるかパーリング。第一ラウンドにダウンを喫しました。ちょっと心配なのがその右目の状態ですよね。見えていました。さあボディを返したパーリング、見えないから右に移動するのか。なるほどね。おーっと顔にもらいながら前に出るパーリング。本来は膝、パルバの膝、これは整えて全く気にしてないですよね。さあ試合が再開されます。前に出る、そこへワンツー、戦いを止めてくれるなって感じですね。さあそこへ左から、最後ワンチ、確かにパルバの勇気です。お二人振っていく。これはでもシュートの間合いじゃないですよこれ。ハイキックはガードしたか。ですから。全く素振りを見せません。だから寝技でも大丈夫なんだ。そうですか。はい。第2ラウンドにも。さあ第2ラウンドに入る。そこをパーリーが狙っていけるか。ちょっと外に。今のはいいですね。はい。中から入った。全くもう、ボクシングの試合というとなんですが、テイクダウンを取ろうとか寝技に入ろうという素振りがありません。ワンツー、返す、すごいですね。お互いにかいくぐっています。バッパー、かわいいですね。ちょっとボゾーは体重が右足にかかりすぎかなと、ですね、傾きすぎですね。右側、ちょっと後ろ足になってますからね。パルバーはバランスよく立ってます。これやっぱり目が問題あるんじゃないですかね。だからどうしても右目をかなり後ろの方にして、そして引いて下がっていきます。左目で見ようっていうのがなんかちょっと。どうでした？そこへ左。そうなってくるとちょうど左の位置になっちゃうんですよね。ジェンス・パルバーの足も見せなくなりましたね。足も欲しいですね。バッパー、ちょっとパーリングに失血があります。これでもやっぱりそうじゃないですかね。右目が流れるんで右目で見ないといけない。それを避けて、これ右目あんまり見えてないんじゃないですか。そうですね。試合が再開されます。パーリングに出血がありました。右の目の上を切られました。おお、この辺の感覚というのか、己の拳を出していきます。パルバーも入る、こういう声つってますね。右からジャブ、そしてワンツー、なおも打とうというパルバー、そこへパーリングが受けようという、見てます。ガードしてますパルバー。
おっと、ちょっと狙いですかね、はい、結局回る方向がジェンスが右のジャブ中心に攻めてきてるんで測ってると思うんですよね、距離感を。もう右ジャブ右ジャブでどん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 ついていってるんで、振ったおジャブですね。で左で己を信じて前に出ようというところ、ワンツーガードスレッパルバー、パリで避けないとダメですね。スウェーで避けると戻ってきたパーカーリングラッパー剣のスピードだけで言えばボードの方が速いですね。すごいですね、はい、もう晴れてますね。第1ラウンドでおそらく右目のあたりにパンチをもらってダウン、そしてその後前のあたりも切りました。右目の下も晴れてきています。追っていくパルバ、でも本当に素晴らしい。おっ、2人ちょっと聞いたんですが、パルバは顔面を捉えた。おお、パルバが逆にハイキックを出して2ラウンド終了です。これ攻めていってるんで、何を狙ってるのか。さあ全くグラウンドのカーリングかパルバーか、2人とも決め事してくるかのようにスタンドだけでいってますよね。もうそれでいくんだ、お互い全くグラウンドに入ろうという、暴走がグラウンドを狙ってるのはまずないと思うんですけども、パルバーはいつでもいけるぞというものを持ってます。ロー、リードを引いたかですね。ローまた、パルバーの右足にターゲットを絞ったか、避けます。痛みが収まったのか、このあたり本当に心が強いですよね、パルバはね。予想でしかないんですよね、痛いかもしれないって、確実に痛いっていうのが顔からわからないですからね。ボディカーリングボディ、おーっと左、左が当たり出した。右のジャブから左入ったー、バーリングがマットを投げます。今一つガッツポーズはジェーンス・パルバー、3ラウンドに入ってのナックアウト。ましたかね、おっとこれパルバーは足を引きずっています。右足ですからね、とてもない精神力ですね。ほら試合終わった瞬間に顔がほら目が弱気じゃないですか、いや驚きました。いやすごい選手だこれ。まず一つ当たります、ちょっと下がった、その後です、右のこのジャブからそして左でフィニッシュ、ジャブワンツーですね。これはさすがのパーリングね、ジェンス・パルバーがハワイでもその強さを見せつけました。見事な